皆さんこんにちは、テッシーです。さて今回なんですが、ゲームでお小遣いを使い果たしてしまっている方必見、1000円以下で遊べるおすすめスイッチソフトを5本紹介したいと思います。このチャンネルではゲームに関する情報を個人的見解も踏まえてできるだけ分かりやすく紹介しております。ぜひ最後まで視聴していただき、チャンネル登録高評価をお願いいたします。まず最初にご紹介するのは暴室のイストリア。2017年11月に配信開始されている RPG で、価格は税込みで999円。3つの種族が互いに助け合い共存する世界エーデルシュタイン。主人公の青年バインは少女ルナーリアの頼みでオートまで同行することになります。トラブルに巻き込まれながらもオートにたどり着いた2人を待ち受けていたのは相次ぐ謎に満ちた失踪事件。誰もが永遠に続くと思っていた未来に暗雲が立ち込みようとしていた。このゲームに登場するキャラクターにはそれぞれ種族があり、その種族ごとに特性が違います。オールラウンダーなファイ族、物理ダメージをほぼ受けない代わりに魔法ダメージに弱いルタ族、瀕死状態になるとパラメーターが上昇するイース族、これらの特性や魔法と物理スキルを生かして敵を倒しレベルアップしていくシンプルな RPG って感じなんですけど、特徴的なのはヒロインのルナーリア。このキャラクターだけはレベルの概念がなく、戦闘で敵が落とすジェムを食べることでステータスが強化されスキルを習得していきます。不要なジェムを食べさせることはもちろん、敵が落とすジェムを勝手に食べてどんどん強くなる様はまさにヒロイ食い系ヒロイン。ヒロインにヒロイ食いさせる設定ってなかなか特殊ですよね。またこのゲームのもう一つの特徴として、ファームと呼ばれるアイテム収穫システムがあります。手に入れたお豆を鉢植えに植えることでステータスアップの実や、時にはとんでもないものが収穫されることもあるようです。他にも武器の合成や強敵にチャレンジする闘技場など、やり込み要素満載のゲームとなっております。レトロ感あふれる世界観に浸れるこのソフト、コスパは文句なしの一本ではないでしょうか。オクリーヌ。子供の頃おばあちゃんがよく話してくれた不思議な話が好きだった。続いてはホラーゲームのオクリーヌ、税込み990円です。携帯アプリや小説として作品化されているものに追加シナリオを入れてスイッチ向けにリメイクし、2018年7月に発売されています。オクリーヌとは八ヶ岳に住む妖怪で、夜中に参道を歩いていると後ろからひたひたと足音が聞こえ、振り返ったものを食べてしまう恐ろしい妖怪です。ただしそのまま振り返らなければ、家に着くまで狼や山に住む魔物から守ってくれる頼りがいのあるボディーガードとなります。この妖怪の話をもとにテキストを読み進め、途中に出てくる選択肢によってストーリーが変化していくビジュアルサウンドノベルとなっており、エンディングも全く違うものに。スタッフロールが出ないエンディングだとそのストーリーの真実にたどり着けていないということだそうで、時には主人公が最悪の結末を迎えてしまうこともあるようです。ホラーゲームではありますが、絵のタッチが可愛かったりコメディっぽいシーンもたくさんありますので、怖いのが苦手な人でも楽しめるのではないでしょうか。ちなみにこの間の1月21日までは任天堂ストアでセールをしており、なんと100円で販売されていたので、その時見つけていた方はめちゃくちゃラッキーでしたね。This is the story of my lifeさあどんどん行きましょう。続いては 198X、 2020年1月発売で価格が税込み980円です。このゲームは思春期を迎えた主人公キッドの心象風景に重なる80年代風の5つのアーケードゲームが楽しめるというものです。路地裏をうろつくチンピラたちを排除していくガチ系ストリートファイトが楽しめるベストスクロールアクション。未知なる宇宙空間でプラズマキャノンを放ち凶悪メカ艦隊と戦うシューティング、スポーツカーで大都会をトップスピードでドライブするレーシング、
あやかしを退治する切れ味鋭い本格忍者アクション、そして迷宮のように入り組んだ 3D ダンジョン RPG、 この5つのゲームをなんと1本のソフトで遊べちゃうんです。このゲーム開発したのはスウェーデンの会社なんですが、実はスウェーデン1982年にゲームセンターが法律で禁止されてしまったんです。開発陣は今の世代の子供たちにゲームセンターにあったアーケードゲームの素晴らしさを知ってもらいたいとの思いでこのゲームを制作したんだそうです。確かに5つのゲームはどれも昔のゲームセンターに置いてあった懐かしさが感じられるものばかりですよね。本作はゲームで敵を倒すたびにキッド自身も強くなっていく成長の物語。コイン1枚で別の人生への入り口が開く。ぜひ皆さんもプレイしてみてください。続いてご紹介するのは2017年4月に発売されたカミコ。なんと税込みでワンコイン500円なんです。和をモチーフにした世界観の中で天魔と戦う巫女のカミコを操作するアーケードライクな爽快アクションゲームとなっております。プレイヤーは能力の異なる3人のカミコから1人を選択します。剣を使い近距離攻撃を得意とする水の巫女ヤマト、弓矢が得意で遠距離攻撃型の大地の巫女ウズメ、盾をブーメランのように投げつける特殊スタイルの火の巫女火の目。ステージは全部で4つ、天魔と呼ばれるモンスターが行く手を阻みます。各ステージには中ボスが存在し、ただ攻撃をするだけではダメージを与えることができず、それぞれ弱点となる部位があり、ステージ内にあるギミックの特性を利用して的確に攻撃を加えていかなければなりません。そして各ステージに存在する4つの鳥居の封印を解き、最奥部を目指す。果たして最後に待ち受けているものとは。このゲーム音楽や SE の評価が高く話題となっております。ドット絵にどこか懐かしい音楽と気持ちのいい SE、 そしてワンコイン価格、やらない理由はないですよね。これより諸君に本作戦の概要を説明する。作戦名はオペレーションドーン・オブ・ジ・アース、地球の夜明け作戦。さあ最後にご紹介するのは2018年1月発売のアースウォーズ。こちらも同じくワンコインで500円。西暦2020年、世界は未知の敵対生物イーバの巣となっていた。人類は対抗手段としてイーバの体組織と金属を結合させた生体武装を開発。そしてこの生体武装を改造手術で組み込んだ特殊強化兵部隊アンチが誕生した。人類はアンチという新たな力に望みをかける。プレイヤーはこのアンチの一員となり、イーバを倒して獲得した素材で武装を作成し、ミッションをクリアしてスキルを入手します。バトルは連打攻撃でコンボを繰り出す格闘ゲームに近い横スクロールのアクション。シンプルなアクションゲームではあるものの、重厚なストーリーや武装品やボスキャラのデザインが秀逸で、プレイを進めるほどにどんどんゲームにはまっていきます。そもそもこのアースウォーズ、もともとは PS4 や Steam 版などで2000円で発売されていたのですが、2018年にこのスイッチ版が発売され、2020年にはスマホアプリでも発売されています。多くのハードで発売されるというのが人気の証拠ですよね。皆さんもぜひプレイしてみてください。というわけで今回は1000円以下で遊べるおすすめスイッチソフトを5本紹介しましたが、いかがでしたでしょうか。バラエティ豊富で悩むところなんですが、ちなみに5本全て購入したとしても4000円程度なんで、普通のソフトを1本買うより安い、まあありですよね。また皆さんも1000円以内のおすすめソフトなどがあれば、ぜひコメント欄に記載していただけると嬉しいです。そしてもちろんチャンネル登録がまだの方はぜひ登録お願いいたします。では次回1月29日18時にお会いしましょう。さようなら。